ション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。いや、海の香りがすごくいいですね。今回ご紹介するのはこちらでございます。三井アウトレットパーク横浜ベイサイドでございます。建物が生まれ変わってからは初めて来ました。こちらはですね、2018年の9月にですね、リニューアルに伴い一旦閉館となりました。そして2020年の4月10日にですね、建て替えの後オープンを予定いたしております。こちらの施設はですね、もともと市が持ってた土地ですね、1998年の9月にですね、市から土地を20年間の借地で借りて、三井不動産がですね、アウトレットパークを運営しておりました。で、20年の借地が切れまして、その後ですね、52億円でこの土地を購入しました。そして2年ほどかけて、もともと2階建ての建物からですね、3階建てするなどですね、2倍ほどの店舗数となります。やはりいいですね、海辺のこの立地を生かした建物デザインですよね。で、ここの海辺のところも広く取られてベンチもあったりで、なんか建て替え前も何度か来てますけど、より一日楽しめるような施設になりそうですよね。この海の香りがすごくいいんですよね。なんかもう歩いてるだけで楽しいですね。なんかこのヨットがいっぱいあるのを見ると、ちょっとアブデカの銃撃戦を思い出しちゃいますね。いやー、なんか歩いてるだけで清々しいですね。こちらのマリナプラザのマックは前々からありますよね。前に来た時にもありましたね。多分だいぶ前からある施設だと思います。こっちはそのままですね。この建物は前からあったはずです。あちらのアウトレットの方がですね、建て替えになってますね。正面玄関もすごく素敵ですね。あれは正面かわかんないですけど、まあ、駅に近い方の出入り口ですね。そしてアウトレットパークのですね、真横ではユニクロパークが同日にオープン予定いたしております。こちら1階がユニクロ、2階が GU、 そして3階がですね、ユニクロと GU のキッズというフロア構成になるそうでございます。 GU も一緒に入ってくれるのいいですね。こちらですね、まだ入ることはできませんが、こんな感じでですね、公園一体になってます。これコンセプトがユニクロの店舗が公園になってるってことなんですよね。なのでこちらボーネルンド社と組んで、ボルダリングだったりクライミング、あと滑り台がですね、この上に一緒にできるそうでございます。これは楽しみですね。あ、滑り台ありました。こんな感じですね。いいですね。アウトレット側はちょっとまあ大人びた雰囲気で、こっちがちっちゃい子も楽しめますね。この滑り台、大人も滑りたいですけど、オープンしたら子供いない時なら滑ってもいいんですかね。これちょっと大人でも滑りたくなっちゃいますよね。この公園上に登ったら絶対景色すごいだろうな。これ今1階レベルでこうですよ。すごくないですか。いや、これいいっすね。早く上登れるようになりたいっすね。電車で来る場合はですね、最寄り駅金沢シーサイドラインの鳥浜駅でございます。で、鳥浜駅からですね、こういった形でデッキが通っております。距離にすると5分ぐらいですかね。十分歩ける距離にございます。こちらがシーサイドラインの鳥浜駅でございます。ちゃんと格好書きで三井アウトレットパーク横浜ベイサイド前って書いてますね。駅舎はですね、1階にございますが、先ほどの歩道橋を渡ればアウトレットパーク方面に信号なしでですね、行き来することができます。
なので電車でも便利ですね。もちろん首都高の出入り口近いので車でってのも一番最適だとは思いますけども、電車で来る際もこの鳥浜駅下車してしまえば、あちらに表記出てますね、やっぱ約5分ですね。すごく歩いていて楽しい道のりですし、歩道橋がしっかり整備されているので車ないよって方も電車で来ることもおすすめでございます。そして今回もですね、概要欄に関連記事を貼っております。その関連記事でこちら鳥浜駅周辺の分譲マンション相場を取り上げております。合わせてご覧いただけますと幸いでございます。動画の方でもですね、一物件ご紹介いたします。はい、到着いたしました。こちらはですね、テラス横浜富岡でございます。これだけ聞くとうんうんっていう方も多いかと思いますが、新築時にですね、浜テラスプロジェクトとしてですね、売り出しておりました。浜テラスと聞くと思い出す方も多いのではないでしょうか。こちらですね、オーシャンビューという感じではないのですが、目の前がですね、整備されたホタテ街区でございます。それなので半永久的にですね、最高を確保することができます。こういった形でもう戸建てがぐわーっと並んでおります。その先にテラス横浜富岡ですね、まあ、低層だと戸建てと被っちゃいますかね。戸建てを超えてくれば、まあ、戸建てが建て替わってマンションになるって可能性は極めて少ないので、半永久的にですね、守られる形になります。鳥浜駅自体はもう首都高やら大通りに囲まれているので非常に賑やかなんですけども、この辺まで来るとですね、とても静かですね。鳥浜駅から徒歩4分ですね。で、新杉田方面行くときは南部市場まで歩いちゃってもいいですし、十分駅近のマンションですね。この後ろ側、森本のマンションはやっぱこれ素敵ですよね。2層吹き抜けのエントランスホールに、まあ、このエリアらしいですね。バルコニーのガラス手すりの色合いが、なんか江ノ島の方のマンションみたいな感じですけどね、すごく素敵ですよね。テラス横浜富岡はですね、オール電化マンションですね。で、ディスポザは完備しております。そしてやっぱりいいのがですね、自走式駐車場です。自走式の立体駐車場、こちら設置率が 100% でございます。なので1世帯1台は必ず借りることができます。新築時の坪単価が140万円ほどですね。で、2012年築ですので8年先週ぐらいになるんですけども、現在坪単価130万円で動いてます。ほぼほぼ新築時の価格で動いておりますね。はい、鳥浜駅周辺をですね、ぐるりと回って、またこちらアウトレットパークユニクロ側にですね、戻ってまいりました。オープン前ではございますが、この広場とかも開放されているので、子供連れの姿がですね、多く見られます。いやー、オープン楽しみですね。あのユニクロの公園のところの3階に行って、早くこの眺望を楽しみたいですね。いやー、オープンしたらですね、また来たいと思います。はい、ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いつも貴重なご時間本当にありがとうございます。概要欄にですね、関連記事貼っておりますので、そちらも合わせてご覧いただければこれ幸いでございます。今回もありがとうございました。失礼いたします。